じゃあ皆様あの今日はあの緊急で動画回しようす <laughs> もう緊急すぎて失敗するんじゃないかとこうなるぐらいの緊急で回しようすあの今日は何やるかと言いますとですねあの視聴者の方からこのねロイウェイのバッグをお預かりしたんですこちらねでこれをあのただただ新感するだけではちょっと面白くないんであのマサさんいてるでしょあの僕の可愛い弟ねあの彼にやってもらうと思うんですけどもあのよう考えたら 普通にやっともんないと。ね。だから、弟が一番だるいタイミングでやろうかなと思って。で、考えたわけよ。はい、いつかなと思ったんですよ。彼、ご飯食べるの好きでしょ。だから、その時に、狙っちゃおうかなという。はい、今はもうあのお昼前なんですけど、行って、レビューしてくださいみたいな感じで、進化してよみたいな感じで、行こうかなと思ってます。で、ちなみにこのロエで、簡単に説明しますと、1846年にあのスタートしてます、ドイツで。まあ、皆さんご存知と思うんですけど、 その中でも人気のね、このパズルバッグ。これをやっていこうかなと思ってます。で、パズルバッグっていうのは、実はね、あの、ユニクロで有名なあの JW アンダーソンね。あの方がクリエイティブディレクターしてるときに、えー、作ったものですで。実は新日課の方で、あの、日本の折り紙から着想を得て、えー、やったのがこのパズルバッグでございます。で、今回、視聴者の方が、えー、送ってくれたわけね。で、これに行こう。視聴者の方から、あの、新館でしてくれって言われてるんですよ。で、 えっと、こっちが、えー、っとね、ヤフオクで購入したんですかね。で、あの、お値段わかりません。で、ちょっと気になる点がただあったんで、それはちょっと、どっちなんだろうって、不安になってる状態。で、こっちが、楽天で買ったみたいですね。で、34万6800円で購入してみたいですね、まあ、僕一応職員なんですよ。えー、これ偽物です。はっきり言って <laughs>。で、正直、これ怪しいですね。どっちかちょっとわからないです。僕目,目線で言うと。ちょっとしたブレのある、 偽物っていうか、か低いいいもしれないですっていうのがあるんで、まあ、ここはね、あのー、新宿工房ね親方職人じゃあ今から行こうと思うんですけど今日、あのー、12時からお昼ご飯とるタイミングね逃したら予定結構僕もどんどん詰まってるんで、あのー、ご飯の時間逃すっていう今日一日お昼抜きになるかもそういうなです,よここだ,なですだから余計だるくていいんちゃうかなっていうので今から僕チャリこいで、えー、工房の方行こうと思います。<laughs> じゃあ、まあ、やってまいりました緊急企画マイクつけてくださいそ、はい、のわけでくくださいあけマイクつけましたちょっと待って愛妻弁当ちょっとよけてい,いうんあのダイエット愛妻弁当何ですか、うん、<あの> <laughs> 弁当は一旦横置いていただいていいですかどうまちょっと一旦横置いとこうあっちにこっち置いとこうはい飯も壊してくれへんのかこの会社そうですよ 死ぬ気で動画やってますねっだけど緊急企画ということでマサさんのお昼時にロエベ新幹線みたいということでお昼じゃないですかあなたゆっくりお昼食べることないと思ってますいや今回の視聴者様からね 提供いただいたわけなんですよ、ロイベのバッグ。パズルバッグっていうバッグですね。で、こちら、ぜひ、マサさんに診断していただけると。それこそ、マサさんにとっては診断は昼うしまいだと。昼やけどな、めしに言うと。ということで、やらせていただこうと思うんです。ちなみに僕も食べてませんからね、この後、お昼の予定。 ミーティングがあるんですよこれの方がしらもうお昼ないしですけどまジでねじゃそのわけで説明だけさらっとしていいですかどうぞ両方視聴者様から提供されてますで本物か偽物かっていうのは分かりませんでそこでマサさんに診断していただいてお客様にご連絡しようと思うきっかけでございます休憩まだでしょえ休憩まだでしょ休憩まだや 休憩中,中やったんやろどう考えても <laughs> 一人で YouTube で次の旅行先どこに行こうかなって見てたらあの休まる時間ないわあのな僕動いたらカメラブレるんでちょっとライトとかつけてもらっていいですかどこ <laughs> あの辺のライト <laughs> 暗かったらやっぱあの見れないんでお客さんお願いしますよつけてくださいねこっちもつけていたいてですかつけてるん わけでいきましょう信願ね信願でいきましょう本物か偽物かやっぱお客様迷われてらっしゃるんでここは一日でも早くね答えを出してあげたいというところでやらせてくださいなるほどはい参りましょうはい、じゃあ真麻さんよろしくお願いいたしますじゃあいきますまあもういいこれ偽物やなって言うなら雑くないですかまず大丈夫っすかいやどう考えても小判の感じとかがさテロテロなってるやん をを塗り重ねるるっていう小刃を使用するはずやから系のだからこんなんはならんけどこれ明らかにこれ見てもらったら分かるけどもうなんかゴムっぽいでしょってなると多分中国製とかでよく使われてる樹脂製で一回塗ったらあの綺麗に塗れるやついやけどすぐ剥がれたりするっていう何点もあるやつが塗られてる感じやな,なるほど分かりやすいですねで縫製で言うなら、まあ、こういう時見るのはこういうパーツやったら、はい、こうハイブランドは基本こう塗り重ねないんですよね 縫い重ねないっていうのはこう3目ぐらいこう糸重ねて止めたら糸処理するの楽なんですよ早くで止、ま、あの処理できるんですけどイタリアとかフランスは裏から糸出して処理するんで裏から糸出してゴムのり塗るとなんで糸重なれないっていう感じなんですけどこれちょっと見ていきますかはいお願いします。重な,れないっすね。っていうことは<ー>丁寧な作りしてる。いい まあでも、偽物でもそういう作りするんでまあ見ていくと、まあ、こういう段差の部分見ていったらちゃんと返し縫いしてるおお綺麗ですね綺麗、うん、に返し縫いしてこれも手間かかるんですけどいちいち強度のためにやってるとこういうパズルってこういうところからベロンってほどけてきたりするのよくないんで、ね、多分そういうふうな縫い方がされてると思います、うん、なるほどね、分かりやすですねあじゃあこことか見えますかはい行きます ぐるって回ってだからこれで言うならこっから始まってぐるって回ってきてここでこっちで終わってると、はい、だからこの分は抜い重ねされてるとさっきよりもこっちの抜い方はちょっと手抜いてますねうんなるほどねうんで金狂いはい金狂い見てみたらなんかちょっとチャッチーよな,なんかこう重厚感にかけると言いますかねちょっと金狂いが重厚感にかける感じはありますねで ファスナー、まあ、ファスナーは普通やな,な YKK のノーマルファスナーみたいな感じのクオリティなるほど、ね、でこことかちょっとあれですねこのロゴのところを見てみたら糸処理これ糸ふわってちょっと見えますカメラでふわってなってるんですよ、うん、この糸の先っちょが見えてるというか、うん、でこっち側は糸締まりが悪いからこうちょっと触ったら揺れると。 えっと普通結構こういうところもハイブランド系は裏から糸,処理し糸を出してでボンドで止めるっていう処理をするからこういうことにならないんですよねこれなんでこうなるかって言ったらこの糸をギリギリで切って焼いてるだけやから使ってるうちにふわって浮いてくるとここの,あの縫い方はちょっと楽してますねっていう感じかな印象的にああ でドキドキの結果発表は後ほどっていう。うん、ああ、こっちは、じゃあ、後ほど最新に言ったけど、こちじゃ, <laughs> じゃあ、こっち見ていきたい。次 <laughs> こっち、ちなみに、参考価格が、うん、えっとね、38万ぐらいします。で、<万>一応、楽天でご購入いただいたっていう流れでございます。うん、ああ、なるほどね。こっち見てもらったら、やっぱりさっきみたいに、小葉の溶けみたいなのがないですよね。うん、そうですね。うん。ちょっと気になるなって思ったのは、ここ、まっすぐ見てもらっていいですか。ここ、ちょっと揺れてますね。はい,はい。はいはい、ここ、わかりますちょっと揺れてるの、ステッチが。 なんでここ揺れるかっつったらこら裏見てもらったらここ段差になってるから揺れやすいんですすよ揺れやすいけど、うん、正直ハイブランドでもこのこれぐらいのまあちょっと聞いた話によるとイタリアのハイブランドであ勤めてる職人さん他のブランドに移動してであのそこで作ってたらいやいや前働いてたハイブランドこれぐらいのステッチの揺れ全然 OK やったでみたいなのあったりするんで本物やからっつって全く揺れてないっていうことはないんで。 なるほど、ブラウンっていうのはその基準違うみたいですね。そすねなるほど。うん、はい、まここの糸処理、ここ、上糸と下糸のかがりが見えるんですよ。かがりとは何ですか。この上糸と下糸がここで引っかかってるでしょはい。 ここここれどういうういととかっていうとここまでこう塗っていくでしょ、はい、でミシンでそのまま針ここ落としてこっち行って落としてこっち行ってっていうのを何回もやってるとなるほどだからこの上糸,上糸と下糸のかがりみたいなのができるんですけど、うん、エルメスとかになってくるとここまでこうここまで塗ったらあとはもう手縫いでぐるぐる巻いて処理するからここ上糸下糸のかがりなく綺麗いにあ見えるっていう処理をしたりするんですけど、えー、ロエベに関しては そういうふうにはしないんかな。なるほどね。で、さっき見てもらってここ見てください。はい。こっちと見比べますか。はい。どうぞ。ここさっきここ重ねてるって言ったでしょ。はい。こっち見てもらったら重ねてないんです。うん。明らかに綺麗でこちうん。ここ重ねてないってことは手間のかかる糸処理。うん。だから糸をどっか結んで、うん。で中にこう押し込んで見えへんようにするっていうとても綺麗な作りをしている。なるほど。で最初終ったこのあっちのバッグでも言ったこの 糸の重なりはこっちのバッグもないですねだから後ろから糸出して処理きれいにしてるとなるほどで段差の部分に関してもまあまあちゃんとこう返し縫いされてますねはい、はい、でこっちの方うがかわ高そうですねうん、うん、あの僕も一応職員なんですけどね、うん、あそうなんこっちあ <laughs> そうなんじゃない。<laughs> こっち、うん 革じゃない僕ない説 <laughs>、僕バラしたらもしかしたら皮じゃないかもしれないな。ゴーーの可能性あるな。うん、でもこっちは皮やな。こっちはもう明らかに綺麗ですね。皮ですね、ほんとに。い。うん、い,い革皮って感じ。うん。まあ、ロゴも綺麗ですね、貼り方も。うん、この装置というか。うん、まあ。きれいに、ね。きれいきれい圧力のある刻印機で押してると。こういう、この絞、はい、絞って言うんですけど、こういう感じの。 で革にこういう、えー、刻印を押す時ってちゃんとした刻印機で押さないとこうきれいに入らないですよね、うん、圧力かけれて熱もちゃんと入れるてまあちゃんとした刻印機で売ってるって感じですねでこのネームのとこ見ていきますかはいはいさっきおかしかったやつ、うん、ネームのとこ見ていったらやっぱり綺麗ですね糸締まり全部綺麗になってるってことは、うん、おそらく裏から糸出してボンドで止めてるっていう手間のかかる作りをしてるっていうのが分かりますねあとあそうやな あ、なるほどここあどうしまハンドルですねはいこれなんか硬いんですよ硬いなんか人工的というか自然な感じがしない硬さがあると<う>でこっち一方見てもらったらこうしなやかなんですよねこう折り曲げた時に、うん、これなんで違うかっていうとこっちはあのホースみたいな芯材あるんですよねホースあのストローみたいなイメージしてあるホースあれで水かける、うん、あんな感じの芯材使ってるんですよ、はい で一方、こっちはロープを使ってるんですね、芯材に。はい、だからこのしなやかさ、でもこっちはなんか硬い感じ、人工的な曲がり方をするんで、うん、まあこっちの方が安いんですよね、芯材。芯、うん、材安いし、手間かからずパッて作れると。うんうん、ハイブランド基本的にあのロープ使うんで。うん、っていう点を見ても違いがあると。うんうん、で、こちらファスナーも ファスナーに関してはまあパスナー以外たちはそこまで変わりはないって感じかなどっちなるほどっていう感じで大体出揃いましたね大きい30人じゃあいよいよ衝撃の発表いきますか正直僕向こうで事務所で撮影事前にしてきたんですけど僕も正直ちっちゃい方僕に専門だと思うんですよなるほどで片方片方でマサさんどっち言うのかなあこっち側ですねまあじゃあパッと見でしわかんないですよ じゃあこっち行きますか、はい、こっちはまあ偽物です、ね、あとでもいいもう言ってもいい <laughs> <laughs> んだけどさっきこっち言うやだけど文脈的に偽物って分かってこれ偽物っすね偽物ですね、はい、あいつはちょっと偽物根拠言っていただいていいですかえ偽物根拠は、まあ、素材が安っぽい小バのコバ、うんえー、の液体用、うん、溶剤というかそれを使ってる種類がまずハイブランドでは使わないであろうのを使っているで金具もチャッチやろほんで糸処理とか い、えー、綺麗には作ってるんですけど細かいところまで見ていったらハイブランドが作らない作り方をしてるとなるほど、ね、じゃあ,あの気になるこちらですよこちらこれちょっとわからない気まどいなるほどこちら本物ですあ本物でございますかはい、えー、じゃあ楽天で38までこう購入されたということですが、はい、本物ということでまあ本物って言っても100%新顔はないんで、はい、本物のクオリティであることは間違いないんで、はい、まあ街中で使っててこれ偽物で、もし偽物やったとしてバレることはまあないでしょうねうん 本物の根拠はまあ先ほど言った全部大体言ったんですけどまあ小葉の種類、はい、ほんで細かいネームとかのところの糸処理がちゃんとされてる、うん、で金具もチャッチくない、はい、でこういう糸細かいところの糸の処理の仕方、うん、もう全然こっちの方が良かったっていうのとあと皮の質ですよね皮、うんはい、の質もとてもいいですね、えー、ヨーロッパで買えそうな 感じの革ですね、でもめちゃくちゃエルメスぐらいいいかって言われたらそうでもない感じですんな、うん、あ皮がねうん皮の質はエルメスの方が上な気がするちょっとエルメスより安そううん、うん、エルメス基準にするのはあれやけどまあ、まあ、<の>エルメスがまあトップやからね基準というか、うん、まあその感じで「新刊線」っでこの感じになりました、うん ちなみにこれ補足でなんですけど前半で言ったんですけどこのパズルバッグってあるでしょユニクロでおなじみの JW アンダーソンさんが日本の折り紙をモチーフに作ったらしいですなえか日本の何々をモチーフにするって多いよな多いですねその折り紙もやしあとになったあのマルチェラですかマルチェラの旅ブーツ薬薬ちちゃゃうううやね、そそれささみたいな日本の あの折り紙とかさ、旅旅あるやん。旅ブーツとか。日本人が世界に発信してほしいよ。それめっちゃ思いますね。正直。なんかってことはまだありそうやな。なんかそういうの。もう折り紙でしょ。旅でしょ。なんかいっぱいあると思うんですよ。イ日本人が作ったらなんかこんなにあんまり怒られるかもしれないけどさ、ちょっとなんかなんていうあの文芸によるというかさ、文芸っていうなんていうああいうの。まあ江戸時代の伝統。によりすぎてなんか。 なんてうハイブランドあのその旅ブーツとかあの辺あるやんこういうのとか、うんはい、結構ええ感じで昇華されてるやんかそうですねその辺がちゃやもしかしたら日本人は苦手なんかもしれないなじゃあ桝さん例えばこのバッグ作るのってなった時にさどういったところに工夫がありますかこれデザインプラスデザインだけじゃバッグって形にならんじゃん、うん、工夫どこに工夫がありますかこのバッグ工夫はハンドルかなハンドルはい行きましょうこれなんか普通のなんか定番の作りじゃないんですよね はいはい、なんか、ここのここをつなぎ目こういう感じですることによって多分立体的にこう持った時にきれいになるとかうん、うん、そういうのを考えてるんだろうけどこれ賞味デザイナーと職人であの喧嘩するようなデザインやめてくれってこんなこんな線でやる別にみたいな <laughs> ここのいにくくなるからやめてくれ実際ここちょっともらってやる、うん、っていうのが一番個性的っていうのとうん、うん、あロエベって基本なんかその正直木を手洗ったデザインっていうかあ多いよなで<も>、うん おしゃれ、かっこいいってなるじゃないですかで,すかで職人目線で言うなら、うん、このパズル部分あるでしょ、うん、これ相当面倒いいんですよつくのも面倒くさいですね工場もそうだしいやし皮の量倍いるからねこれ <laughs> これう,、ね、うっすら見たらここにこの皮の色の見えてるでしょこの間から、うん、ってことはこいつこのパズルのやつを貼り付けて縫うからこの下にもこの皮がおるんですよ <laughs> 丸々に近、うん、って考えたら あのかなり倍の量のを使ってるんでね、うん、っていう部分とかもうデザイン重視でもうコスト度外視のって感じですねうん、うん、まあそんな感じ勘弁してくれるもんそ,そんな感じですかうんあと何いこうかなええ <laughs> 飯食わし,してくれやもう改人陣うまいあ,あ,あだ名でもつけるあだ名なんだ名やねパズルパズルって名前ついてるやろ誰 <laughs> これどうやって終わろうかな、うん、このパターン初めてやけど、うん <laughs> まあ、その感じで終わっていいじゃん。わ <laughs> からんけど。<laughs> このパターン始めすぎて、うん、どうやって終わったらいいかわからないんですけど、ね。まあ、あの、あれですね。まあ、まとめると、やはりこ、この、今回、新眼依頼が来たみたいなんですけど、やっぱり、正規店で買わない、二次流通で買ってしまうと、え、もしかしたらこれ偽物ちゃうんかなって思ったりしてしまって、あの、しばらく経つと持てなくなったりしてくるんですよね。っていうのがあるんで、ちょっと高いかもしれないですけど、正規店で買うことをお勧めします。以上です。 ではご提供いただいた視聴者の方ありがとうございました。